すまんすまん。これ。師匠の技を食らいなさい。はっ、よいしょ。よいしょ。こいつはどうだ？こいつはどうだ？おとなしくしやがって。これ。この瞳孔装置って本当にすごいんだな。塔に
にある3つの光の輪の1つが地面になったな。早く次の装置を探そうぜ。おとなしくしやがって。すまんすまん。これ。痛い。どれ。おとなしく仕上がる。とりゃよっしゃ、やっよっしゃ、とりゃ。しましょう。こいつはどうだ。これ。これ。おとなしくしやがる。
光の輪のうち2つが地面になった。あと1つで塔の上に行くための封印を解除できるな。おとなしくしやがれ。おとなしくしやがれ。やみつきにならないで。どれ。これ。すまんすまん。これ。は、ゴマ。は、こりゃ、こりゃ。は、それ。こりゃ。うん、がっくりした。助けて、食材が。師匠の技を食らいなさい。このすべてが終わったら、今日の出来事を歌にしようと思う。うん、きっとこの歌はバネッサの物語のように
モンドの人々にずっと歌われるだろうね。あの歌は私も幼い頃から大好きだ。では栄誉騎士、今日の調子はどうだ？私は最高の状態を整えてきた。きっとみんなの力になれるはずだ。そういえばディルックの旦那も最後までついてきてくれたな。最初は巻き込まれただけの部外者？秘密を共有してくれた君たちに僕は信頼を返しただけだ。そしてジン団長の理由は責任かな。で、銀融野郎は？自由だよ。自由？君たちがモンドに来た時、モンドは自由の都だって誰かに言われなかった？あの子も自由人だよね。モンドは王の統治がないロマンの城。そしてモンドの人々は七国で最も自由な民だ。だからかつてモンドを守った竜もそうであってほしい。この都市が君を裏切ったと彼を騙そうとする人がいちゃいけない。彼にこの都市を守ることが君の永遠の義務だと。そう、彼には自由に生き方を選べる権利があるはずだ。ウェンティ、では旅人、モンド千年の風が君と共にあらんことを。僕は前回と同じように君に風元素の力を導くよ。なるほどな、道理で知ってる声だったんだ。